つぼつき男兼よみがえりし伝承者たち、北斗の剣レジェンズリバイブのこと。あった、来ましたね、ついに北斗案件が、うん、北斗の案件が来ましたね。北斗の剣みたいに言わんのよ、よじゃよ。北斗百列案件、シャープ100まで。シャープ100までじゃないんですよ。原作ストーリーを1話から追体験できるということで、ほう、漫画本のほうもうそのままの話を、今回なんかあの、うん、道端ならず者たちとのストリートファイターのことか、ストリートファイターとの教託、うん、あの道端のならず者たちが使えると、この中でその夢の一座を組めるということじゃない。さようさよう、早速こちらの遊戯始めてみよう。ここへ来ました。You are shock は何て言うんですか。仰天。ガチャみくじで、うん、チュンリーが引けるということじゃ、春麗しい女子が引けるんだな。字で、漢字で書いた春麗しい。ちなみに今日撮影日の今日はですね、あのチュンリーが引けるそうなんですが、うん、今後ですね、動画が公開されるあたりの時期には、うん、あのオベガ様の、オベガ殿、オベガ殿が今後また出てくるっていう話も聞いて、今日はだから、うん、チュンリーおガチャみくじ引いてみようぞ。ガチャみくじなかなか出るからな。いきまするぞ、もう一発で出せばもうその分。ああ、いきなり来ました。ああ、ひとつきだよ。なになに、え、ゼニアだ。え、もうこれ出たやつということ。うん、胸飾りや玉が出た。はい、じゃあ行きまするぞ。ガンガン参ろうぞ。一子を400で一回引けるってことだな、これ。さあ、よいの来い。終わった。頼む。おい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 、宝玉を集めちゃった。あ、出た、出た、リバイブ。え、出た、グループボール。出た出た出た。え、出たってこと。え、え、ちょ、押して OK して。え、仲間入ってる。え、いや、もう出たんじゃん。出た、出た。早っ。え、2回目。なんかかなり出にくいから、これはだからもうここ長いから、もうとにかく出すまで引き続けようって話ありましたって言われてたんじゃが、え、2回目で出た。すごいな。すぐ出た。すぐ出た。トシ5の1から、5の1から参ろう。旅を続けるケンシロウとバット、安住の地を求め訪れた。わらべを連れて、そこにはびこる黒い影、その名はゴラ。記憶のためにさらわれた女たち。バットはその中にリンの姿を目撃する。危機を感じたケンシロウはリンの後を追うのだった。うわー、いや、変な夢の一座じゃん。変な一座。え、変化かっこいいよ。いいじゃろ、敵同士なのよ。シュレンはあのラオウに首へし折られて殺されたらしいのよ。お見事。よし、もう始まってる。急に来た来た来た。ハルウララドン強いの。うわー、さすが暴れ長男。暴れ長男、暴れ着なんよ。もうやめよ、やめよ、やめよ、下がれ。行け、見せてやろう、それがしのつぶつきを。お見事。見た、それがしの足技を。あ、出せるぞ。もう行くのでかかってきなさい。どういう操作してるのよ、私。この星、この北斗七星の最後の星が瞬きしとき、それがしの人差しの指が画面に落ちることで攻撃が繰り出されておるのじゃ。虫歯の指一つ、指先一つで、それこそそれがしが剣かもしれんの。一つ虫歯の、この俺を敵にして、なんか来た。精をつかむことができる。このそれがしの炎を、赤髪の手で必殺技みたいのよ。どうぜよ。おさまき少女たちに危機が迫る。さらわれたリンを救え。似てるな。
幼き少女たちに危機が迫る。さらわれたリンゴ姫。幼き少女たちに危機が迫る。さらわれしおリンゴ姫。一度星の声でも聞いとくか。いやもういいけど。一度探し星の声に耳を傾けよう。幼き女子どもに危機が迫る。さらわれしおリンゴ姫。なるほどな。出陣じゃ。お前に明日を行く資格はない。なんか、お、なんだよ、まさかり持ってるぞ。強そう。まさかり持ってるの。出せ、必殺出してくれ。おもし奥義。誰のが見たい。俺にシュッてやったら誰のやつが見たい。そら春うららじゃろ。全員見たいかな。まず剣から参ります。春うらら参りましょうぞ。必殺奥義。まずこの炎のやついきまするか。お、参りましょう。炎の種類。いや、飛ばせてみよう。うわー、燃えてる。炎症爆裂使い。燃え尽きる。くらえ、炎に包まれよ。よし、よし、一人の参りまするかなれば、この春うららの、春うららの、まさかあれが見れるのか。その逆立ち、開脚、スピニングバット。あ、なんか始まった。出してる。出せない。押したのないのに。おっと、おっと、爆裂拳突き。お見舞い。お見舞い。入ってくだされ。何これ、決める。え、あれじゃないのか。こうよ、なるほど。逃がさない。あれ見れるのか。うわ、お見事、天に舞い上がりました。鳳凰の方じゃ。鳳翼いかがじゃった。お、来た。恨みっこなしよ。いや、あー、うるわしや。恨みっこなしよ。うるわしいのすごいのよ、太ももが。うん。さあ、迫りくるブランクのものともしない剣士郎。昔のミントの再会にバッとしたのもつかの間。懐かしい。悲劇は繰り返され、昔は結構喋ろうな。親を殺され泣き叫ぶ主。失礼されました。惨状を目の当たりにしたケンシロウは、ゴランを壊滅させるべく、ゴッドランドへ向かうのだった。懐かしいや。結びの刻。いやー、うん、楽しい遊戯じゃな、これ。懐かしいし、楽しかったの。ちょっと皆さん、世代の方いらっしゃるんじゃないですか、かなり。これ、あの方もあの方もあの方も使えるということじゃろ。そうじゃな、その方だね。ちょっとじゃあ最後にこれだけやらせてくださいね。なんぞや。よー、お主はもはや召されておる。こたびはこれまで。何か分かりました。お前はもう死んでいるじゃろ。